君か。どうせいつものところ寄っていらっしゃるんでしょう、うん、ご一緒しましょう。あいにく降り出しましたね。ああ表は雨でも宇宙圏ではいつもちゃんと日様が出てますから、気持ちがカラッとするでしょ。よせやい、先生は毎日望遠鏡で空を覗いていられるんだから、たまには雨でも降らなきゃ休めないよ。そうだわね。先生、お疲れ休みに熱いのつけましょうか。ああ社から持ってきた4班のホヤホヤです。また円盤が出ましたよ。先生、この円盤って一体何者なんです？さあ、何者かね。本当は先生にはちゃんと見当がついてるでしょ。母国の新兵器なんて、はっきり言っちゃ具合悪いかもしれないが、ちょっとその変人だけでも漏らしてくれませんか。言ってあげたいのはやばやばだが。頼みますよ。上北天文台長小村博士語るってことで記事にすると、これはもう絶対に特徴もんですからね。そりゃそうだろうけど、僕に分かってさえすりゃ教えてあげたいんだが。それじゃあ本当に先生にも分かっちゃいないんですか？学者というものは融通が利かんもんでね、区分通り分かっていても後の一部が分からなければまるっきり分からんことと同じなんだよ。そんなことは。秀野さん、しつっこいわね。学者が政治家みたいに平気で方言したらえらいことになるわよ。こんばんは。秀野さんいたんですか。この間の話頼みますよ。なんだっけ。ちぇ、もう忘れてら。これですよ。ああそうか、よしよし、引き受けた。じゃあ頼みます。何の約束したの？三河のせがれ、カメラ記者なんですよ。それで今に必ず空飛ぶ円盤を撮ってみせるから、うちの新聞に出してくれってわけだ。あの子まで円盤。一番の用を忘れてた。小村先生、お嬢さんからお電話があって、今夜牛込のおじさんの家へ回って帰るから、ご飯ここで済ませてくださいって。あ、ありがとう。きっとですよ。牛込のおじさんというと？ああ、わしのいとこで物理学をやってる松田。ああ、松田英介博士ですか。うん、まあ大変なごちそうだな。誰から食べていいか分かんないみたい。その前にぶどう酒いっぱいどうだい。ええ、いただくわ。だけどその代わりってことがあるんでしょ。こいつご馳走でするようなおじさんじゃないぞ。だけどね、タエちゃん、空来た。笑い事じゃないわよ。いつまでも幼稚園の先生やってるつもりなの、あなたは。だって私子供好きですもん。そんなこと言って、本当はどなたか好きな方があるんじゃない？図星らしいぜ。この分じゃお前の持ってきた縁談も受け付けないよ。最後の意地悪、とてもいいご縁談なのよ。透明度発展イメージ、どうかしたんですか？おかしいな。はい。
ないわね。どうしたんだろう。ラジオの月報払ってないじゃないのかい。失礼しちゃうわね。保証したことなんて一度もないのよ。おや、おかしいな。ごちそうさま。お手間さま。放送局の方は故障らしいですな。そうらしいね。いや、あ、ごめんなさい。君、代わってくれたまえ。はい。小村先生のところへすぐお伺いしますから、電話してくれたまえ。はい。三河屋です。小村先生ですか。いいえ、先生は宇宙圏で飲んでらっしゃいましたよ。ええ、なんかお魚がみんなどっか行っちまうんじゃないかって言ってるくらいなんだって。円盤のせいだね、きっと。私もそう思うわ、うん、こんばんは。あら、ついさっきお帰りになりましたよ。ご飯はお済みになりました。そう。お嬢様、牛込のお話ってご変だ。そうなの。そりゃようございましたね。よくはないわ、知ってんの。お嬢さん、先生は今帰ったんですって。何か用？磯部さんから電話があって、急用ができたからすぐ会いに来るんですって。徹さんが？え、さよなら。さよなら。いらっしゃい。いや、妙子、今大事な話をしてるんだから向こう行っておいで。はい。じゃあ君はどっかの国が挙げた人工衛星じゃないかというんだね。まあ一般常識的に考えてのことなんですが。そうだ、すると前もって何か通告があるはずだろう。そうです。人工衛星でないとする。先生、高等無形に関するようですが、この頃の円盤騒ぎに何か関係はないものでしょうか。そういうことは科学者として言うべきことではないだろう。望遠鏡で見たのと同じです。流星じゃありませんね。そう、隕石の類でないことは確かだ。はっきりこの目で見た。しかし
今の学説を覆す知識は自分にないんだ。じゃあやっぱり円盤じゃないと言われるんですか。いや、円盤でないということは否定できなくなった。僕見てきます。それはもちろん天文台として憶測に類することは発表できんという言い分もわかりますが、方々に目撃者が現れて人心に不安を巻き起こしている以上、職責上からもこの際何らかの、その職責にかけて現在大中以下全員が救命に当たっているところです。まあいずれ遠からず科学者の立場からの発表ができると思いますから、それまでは。それは一体いつのことなんですか。 Yes, yes, sir. You said you saw it last night. I got it. Thank you.メキシコのタコガヤ天文台でも昨夜同一抗体を見受けたという連絡がございました。ああ松田博士が見えました。No. Ah. Yes, this is Tokyo. This is Podaikanaru India. Yes. Last night we saw the same one over 200 miles. I got the same report from London. Yes, I got it. Thank you.インドの古代カナル天文台でも見たそうです。それでだな、その円盤の実態をつかみたいと思うんだが、どうしたらいいんだろう。そうだな、ロケットを上昇させて写真を撮るしかあるまい。ちょうどうちの大学のロケット隊が気象観測中だから、高島博士に連絡を取ってみよう。そうか、はい、そうです。先生、あの城北天文台からお電話ですが。連絡してください。はい。ロケット発射地、ロケット発射地。用意できましたか。は。
高島先生、天文台から準備ができたかと聞いておりますよ。うん、いいかな。準備 OK。発射！発射！いや、どうも。お忙しいところすいません。いや、さっきお電話で申し上げた通り、どうもバカバカしいようなことなんですが、それがデタラメな人騒がすとばかり言えないのは、そこの岸壁に、その怪物の廃屋があったような跡があるんです。じゃあ、とにかく見ましょうか。あ、この下なんですよね。吉田君、はい、財源を出してくれ、はい。写真が撮れたなんてのは全く君のおかげだよ。ちょうどいい時にロケットのテストをやってたもんだ。まだ現像はできんのかな。スピードはこれでね、距離はこれだから、ね、当然キャッチできたと思うね。できたか。これだね。うん、強い光だな。現在発表されてる限り人工衛星にはこれほど強い光源体はないはずだ。うん、そうだね。しかしこれじゃはっきり実態がつかめんね。協力が無駄になってすまん。いやいや、とにかく各国にこの写真を送って問い合わせてみるところでしょう。あ、トル君。はい。お父さんは警察に依頼で晩春湾の実検証に行かれそうだが、その結果は聞いたかね。いいえ、昨日から僕は家に帰ってないもんですから。あ、そうだったね。だからすまんすまん。地球に降りた怪物だなんておとぎ話みたいなことに引っ張り出された君のお父さんも気の毒だよ。今頃お母さんとお茶でも飲みながら笑い話をしてるよ。ただいま。おかえり。はあ、寝た。お父さんまだ？何度も申し上げてるんだけど。仕事ですか？あの怪物がどうとかこうとかおっしゃって。それで分かったんですか、正体が？一度も部屋から出ていらっしゃらないから。いつ帰った？たった今です。円盤の実態はつかめたかね？いいえ、ダメなんです。お父さんの方は分かりましたか？いや、見当がつかんのだよ。お、もうこんな時間か。ご飯が冷たくなったってまたお母さんに叱られますよ。そうか、はいはい。はい、帰りお待ちか。はい、お帰りなさい。あ、
お中堅やっていらしたの？いや。じゃあ一杯つけましょうか。飲みたくない。会議総本部、正体不明の対空物に対する措置として人工衛星の上昇中止を全加入国に勧告する。世界会議重ねて警告を発す。人工衛星の上昇を24時間内に中止せぬ場合、世界会議連合軍はこれを三段式ロケット砲によって攻撃する用意あり。とうとう円盤も出なくなったよ。よかったな。うん、お、行こう。うん。停泊中の貨物船バンシュー丸、そして川口湖及び琵琶湖に現れたものと同種とおぼしき怪物が今晩帝都劇場の青空光の舞台に現れて同劇場を混乱に陥れました。臨時ニュースを終わります。いやね、世の中が悪くなるとだんだん変なものが出てくるのね。円盤なんてのは化け物。ああ、やだやだ。そのおかげで小室先生も宇宙圏に来なくなるし。ええ、そうよ。Thank you.
いかにも平和そうじゃないか、うん、しかしよかったね。お互いにこうして和やかな気持ちでいられるようになって、うん、いや全く一時はどうなるのかと思ったよ。あれはどう考えたって人工衛星じゃないからね。播州丸に現れた怪物なんて考えただけでゾッとするよ。こんなこと考えたくないんだが、
もしあの円盤が他の星から来たもんだとするとどんな目的で来ているのか、それがつかめないんだ。地球攻略じゃないのか。え、そんなことになったらこの地球は一体どうなるんだ。破滅さ、あっという間に宇宙から消えてしまうんだ。それも僕の想像だよ。それよりあれ以来円盤も出なくなったし、なんていうことはないさ。愉快そうですこと。近頃研究室じゃ笑い声なんか聞かれませんでしたわ。皆さん学生時代のピクニックでも思い出してらっしゃるんじゃありません。いや、ピクニックを楽しんでるのは私たちより五両家の若い者たちですよ。気持ちだ。そうね。さあ帰ろうか。なんだろう、行ってみよう。浮いてたんです。ちょっとごめん。ちょっと。何です？水深だよ。あら、青空光だわ。青空光？そうよ。どういうわけなんだ。自分の名前もわからんのは記憶喪失というより他ないね。かわいそうね。なんとか身元がわからんもんかな。無理でしょ、本人がわからないんですから。いいわ、じゃあどうせ私たち子供がないんですから身元がわかるまで引き取ることにしましょうよね。うん、どうしたもんだろう。え、何の話だね。あ、どこにいらっしゃるの。入り込むことに成功しました。
磯部さんからお電話がありましてね、帰りにテニスコートの方へ回ってくださいって。どうもありがとう。僕は地上派遣第2号だ。第3号第4号も来ている。全て君の任務遂行を援助するためだ。はい、わかりました。何かあったの？親父からの電話だけど、なんだか変なんだよ。どうかしたの？あの人のね。あの人？あの人さ。ああ、銀子さん。そうだ、その銀子さんだよ。忘れっぽいのね。みんなで銀子って名前つけてあげたじゃないの。その銀子さんのラケットと帽子をすぐ持ってこいと言うんだよ。へえ、それはどうかしたの？何か飲む？うん、ジュース。はい。わけがわからないんだ。銀子さんが握った方、触らないで大事に持ってこいと言うんだよ。おかしいわね。まるで探偵小説みたい。来たよ。さあ、銀子さん帰りましょう。ええ、お帽子も。違う、違うんだ。お父さん、どうかしたんですか？うん、どうも変なんだ。このラケットがですか？いや、あの女がだよ。何かあったの？ええ、凛子さんのことでちょっと。お父さん、これ変だと言えば今日、不思議なことがあったんですよ。え？どんなことだ？あの銀子さんがボールを受けるとき、人間技ではできないぐらい高く飛び上がったんです。うん。それで？それから、まあ僕は見てなかったんですけど、多分部屋のドアを開けないで出て行ったような気がするんだけど。開けないで？ええ。うん。やっぱりそうか。君どこから帰ってきた？そっからです。そうかな、ちっとも音がしなかったようだけどな。そうですか。
をするんだ。どうしてこんな恐ろしいものを書くんです。それは僕の研究材料だ。君なんかには関係ない。私には関係なくても、この地球に住んでいる人たちには重大なことなんです。何？君にその方程式は分かるもんか。分かります。ウリウム元素101でしょう。え？地球なんかこれっぽっちで飛ぶくらいの爆発物です。君は一体何者だ。それでなくても地球は水爆を作って脅かし行しているのに、それ以上のものを考えるなんて恐ろしいことです。僕は何も爆発物としては考えていない。大体君はな、磯部さんからお電話ですぐ天文台いらしてくださいってそう言ってきましたよ。おじさまどうかなすったの。何にも話聞いてないんだけど、あの銀子さんのことらしいんだよ。電話してあるんだから腰を下ろして少し落ち着いたらどうだ。話って何だ。今日は何の日だ。みんな興奮したりして。わからない。僕にはどうしてもわからないんだ。何かあったんだね。例のウリウム元素101の方程式を一目見ただけでわかるんだよ。あの女だろ。そうだよ。当然だよ。あの女は人間じゃないんだ。だから今日は何の日だって聞いてるんだ。エプリルフールじゃあるまい。まあ聞いてくれたまえ。僕はそもそも中禅寺湖の時からおかしいと思っていたんだ。あの時立ち会ってくれた医者が、人間ならばとても生きていけないぐらい白血球が多いと言ってたんだが、それがどうだ、あの通り元気なんだ。しかしそれだけでは断定できないだろう。まあこれを見てくれたまえ。このラケットについた彼女の指の跡だ。どうだ、どの指にも指紋がないだろう。それだけで信用できないならこれを見てくれたまえ。こっちはこの帽子ににじんだ汗から摘出した微粒子。こっちはこの間芝浦の岸壁から削り取ってきたもん。どうだい、全く同質のもんだろ。じゃあお父さん、銀子さんは一体何者なんでしょう。宇宙人だよ。え、他の星から来た宇宙人だよ。しかし火星にしろ木星にしろだな、太陽系の星の中で生物の住めそうな星は相当現れても観測してるつもりなんだが。いやまだあるんだ。これとテニスをやった時実に楽々と高くジャンプしたそうだが、これも引力の違う星から来た関係と推測できないことはない。つまり彼女はこの間の円盤でやってきた宇宙人の変身じゃないかと疑える根拠が十分あるわけなんだ。じゃあ銀子さんは宇宙人が人間に化けたというんですね。そうとしか考えられないんじゃないか。お、なんだ、なんだ、あの音はなんだ、あれは、え、なんだ。私は地球人ではありません。君はやっぱり宇宙人なのかね。そうです、私はパイラという星に住むパイラ人です。パイラ、そんな星は太陽系にはないはずだ。もっとずっと遠いんです。地球にあるどんな望遠鏡からも見えないくらい遠くの星です。どうしてあなたは地球に来たんですか。地球上に
何度も爆発による原子雲を見たからです。バカな、そんな遠いとこから見えるはずがない。いえ、平の文明は地球は問題ではないくらい進んでいます。天文台からはっきり地球が観測されることでも平の文明が進んでいることがお分かりでしょう。信じられない、僕には信じられない。君は僕の方程式を一目見ただけでどうしてウリウム101だと分かったんですか。昔パイラの学者が発見したんですが、危険だからといってすぐその方程式は焼き捨て、それっきりウリウムの研究はやめてしまいました。そしてもっと安全でエネルギーの強いオリウムを発見して以来、パイラの文化はこの原子力の平和利用によって素晴らしく高まったんです。じゃあ聞くが、そのパイラ人がなぜこの地球へ来たんですか。地球に好意を持っているからです。好意？宇宙の中で地球はパイラと同じ条件を持っているたった一つの星です。その地球が今や原水爆の誤った使い方で壊滅に瀕しようとしています。パイラでは数世紀前に原水爆の危機にさらされた時代がありましたが、パイラ人は賢明でした。その日を悟って平和利用に切り替えたからこそ高度の文明が発達したんです。それじゃあなぜその危険な爆発物を持っている国に行かなかったんですか。持っている国は結局目が覚めにくいものです。原水爆の恐ろしさを本当に知る者はこの地球上でその被害を味わったただ一つの国、日本だと思ったからです。しかし日本が原水爆の廃止を叫んだところでどうなるものですか。どうにもならないことも知っています。しかし地球上にある原水爆を全部使ってでも対抗しなければ地球が壊滅するという事実が数刻前宇宙に起こったんです。なんでそれは。他の太陽系から飛んできた新天体 R という星が今地球に衝突する軌道を走っているんです。え？臨時ニュースを申し上げます。本日松田、小村、磯部、三博士連盟の書簡が世界会議に提出されました。それは地球上にある原水爆を全部即時供出とその使用に関する申し入れであります。この使用はもちろん破壊のためでなく破壊を免れるためであります。それは他の天体から飛び込んできた R という星が地球と衝突する軌道を走っているからです。その衝突は今日より90日後と計算されております。新天体 R を避けるには多量の原水爆を発射してこれを粉砕するか軌道をそらせる以外方法はないというのであります。この事実は近来ワープイの上空にしばしば姿を現した円盤の登場人パイラ人から誠意を込めた贈り物だということであります。この新天体 R は地球のどの望遠鏡からも見えません。ただパイラ人の宇宙船から観測されたのであります。バカバカしい作り話の放送なんて。何パイラって。なんだかわからないけどパイラって語呂は面白いじゃないか。そうね、パイラ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 。お静かにどうぞ。聞いていただきます。皆さん、残念ながら世界会議から私たちの書簡を
黙殺してきました。そんなもん。理由はパイラ人の存在を確認しないというのです。お待ちください。お待ちください。この席上にいられる方はパイラの存在を確認していられるでしょうが、まだ世界は愚か、日本の隅々では R の出現などは笑い話だと思っている現状です。したがってこれが事実であることを日本中に行き渡らせて、国全体の世論として諸外国にもう一度交渉するより方法はありません。それに口頭無形な作り話でない証拠には、今日から15日目には新天体 R が地球から見えるということをお伝えしたいのです。見えるということになったんですが、その対策はどういうことになってるんですか？それは原水爆の威力に頼る方法はないんです。外国から何か通知がありましたか？いや、まだありません。しかし R との接近が事実だということが確認されたら、地球を守るためにも原水爆を発射してくれると信じています。発射してくれなかったらどうなるんです？それは地球とともに我々も粉々になるだけです。冗談じゃない。なんとかなりませんか？日本には原水爆より以上の威力あるものを発見した人はあるんですが。それは誰です？いや、それも単に爆発物としてなく、偶然そんなものを発見したんです。誰ですか、それは？松田英介博士です。あなたのことが勇敢出てますわ。何が載ってるんだね。あなたが水爆以上のものを発見なさったって。そんなこと書いたって今さら何になるんだ。今の日本じゃ現物ができるわけじゃなし、ただ学者の机上の空論みたいなもんだよ。この方が旦那様にお目にかかりたいとおっしゃってますけど。今日は誰にも会わないと言ったろ。はい、でも何ですか、重大なご用件だそうで。誰だ？ジョージ斎藤って書いてあります。ジョージ？まあ仕方がない。とにかく通しなさい。はい。ああ、どうも落ち着いてられない。すぐ天文台に行くから車呼んどいてくれ。はい。さあどうぞ。すぐ出かけますんで、早く御用を受けたまりましょう。じゃあ簡単にザックバランにやっつきましょう。結構です。夕刊を見たんですが、あなたの新エネルギーってやつの権利を売ってもらいたいんです。え、権利を売れ？金になります。大金になりますよ。君は一体何者だ？まあ救いの神様ぐらいに思ってください。これを買ってどうすんだ君？欲しがってる国はいくらでもありますよ。君はそれでも日本人か？初めから日本人だとは言ってません。じゃあどこだ？生まれは天国です。バカな、帰ってくれ。君と話してる暇はないんだ。そんな断り方なさると後で後悔しますよ。何でもいいから早く帰ってくれたまえ。いずれまたお目にかかります。あの人誰ですの？悪魔だよ。臨時ニュースを申し上げます。いよいよ今日です。天文台では懸命に R を捉えようと苦心しております。
寝た。皆さん、順番に見てください。大変なスピードで進んでおります。お母さんも見ました。Yes, this is Tokyo calling. Is this Sydney Observatory? Yes. Yes, I've got it. How it's coming? Yes, we just saw it coming. Yes. Yes, I've got it. Yes. 先生、あれとぶつかるのはいつなんですか？50日前に衝突するはずだが、それまで地上にあるものはみんな焼けるだろう。地下へ戻っても助かりませんか？一時はいいでしょう。結局衝突すれば同じです。原水爆の発射以外助かる方法はありません。外電の伝えるところによりますと、各国国防省は原水爆発射について目下慎重に協議中との発表がありました。先生、なんとかなりませんか？皆さん、何にしても退避の態勢を取らなければ仕方ないでしょう。私は大変騒いでおりますから、これだけでも預かっていただけなければ。それじゃあ引き受けいたします。じゃあお願いします。そして我々先生の言うこと聞いてるんだよ。いい子でね。まあね、じゃあお願いします。じゃあさようなら。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 お願いします。全速度秒速200キロです。この分だと明後日あたり肉眼で見えるようになるかもしれないな。どっからも連絡はないね？ありません。地下室で退避できるようすぐ準備しておいてください。はい。重要記録をすぐ地下室へ運んでください。静かにしたまえ。お、君は
やっぱりまたお目にかかりましたね。こんなところに連れてきて僕をどうしようというんだ。先日の商談を続けようというんです。断るわ。人を誘拐しておいて。誘拐？これは穏やかでない言葉ですな。お年寄りは親切にで言ってるんですよ。貧乏な学者生活してるより大金を掴んで南米なり独なりで贅沢に暮らしたらどうです。いいから返してくれ。僕は忙しいんだ。新エネルギーの方程式を書きになれば車で送りますよ。跳ねてもなきゃ出られませんよ。君がどんなことをしたって僕から聞き出すことはできないよ。言わなきゃ痛い目に遭いますぜ。どうせアルが地球にぶつかればお互いに生きてはいられないんだから、君の勝手に従え。あんたたちがこしらえた科学小説みたいなものを信じていっちゃ金儲けはできないよ。つけろ。あ、そうですか。じゃあ待ってますから奥さんも早くいらっしゃい。松田はここへ来るって早く後ろ出たそうだ。早く来るかな。とにかく世界会議が受け付けないとなると松田の例のウリウム101、あれに対応はないからな。しかし松田自身でも今の日本じゃどうにもならんだろう。うちは大丈夫ですよ。奥さんきっとどっかの地下室に入ってらっしゃるんですよ。もう大丈夫。さあ君じゃなくて、もう怖くないよ。もう大丈夫だよ。速度を変わらず光の強さマイナス15と計算はどうなった。地球衝突まで20日しかありません。じゃあ僕たちは一体どうすればいいんだ。諸外国の原水爆発射を待つ方法はない。臨時ニュースを申し上げます。つい
世界会議は日本の財源を離脱しました。本日日本時間で午後8時、地球の各地から一斉に R に慣れて原子核を発射する旨の発表があります。皆さん安心してください。今夜8時、世界中から打ち上げる原水爆で R を粉砕するそうです。万歳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 。どうだね。先生、どうなんです。原水爆も R には効果がない。そして小人たちはお姫様と別れるのが悲しくて、みんなでおいおい泣きました。やっとのことでお国に帰ったお姫様はいつまでもいつまでも国中の人たちに慕われました。めでたしめでたし。面白かったでしょ。さあ、ねんねしましょう。大変なんだ。え、いくら打ち上げても R には何の影響もないんだ。強さが倍になった。ハルトの距離は衝突まであと5日です。どうした、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 先生どうしました、先生、
いや、手は熱くておられません。姿を見せないんです。松田先生は私たちが探します。しかしそう簡単に居所分かるんでしょう。先生には私たちの指輪を渡してありますから、私たちのレーダーでその指輪を探せば分かります。どうしたんだ。Yeah.
松田博士の発見された新エネルギーの爆弾がやっとパイロ宇宙船の中で完成されました。今発射の準備をしております。おい